こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、こんにゃく炒めしたいと思います。こんにゃくあります。はい、お願いします。材料はこんにゃくだけなので簡単です。見えますか？ちょっと下にしないと見えないね。はい、アク抜き用のこんにゃくでした。アク抜きって書いてあるので、お湯に入れてアク抜きしなくてもいいです。今日はね、もう細く切りますね。炒めても味が染みやすいように、今日は厚さを半分にして、よいしょ、さあ細く切っていきましょう。もうダイエットに最適なこんにゃくです。ちょっと水気を飛ばすので、はい、何も引かないでこのまま炒めましょう。炒めてフライパンでね、水分を蒸発させていきましょう。それから味付けますね。だいぶいい、だいぶいい感じ。味の素入れます。水に入れます。みりんと醤油はね、大さじ1杯ぐらいずつ入れます。これだけでね、火が強火ですよ。もうあ、南蛮辛かったですわ。そして鰹節かけますよ、一袋。あ、七味唐辛子が。はい、それこれで出来上がりです。わ、鰹節の香りがプーンときます。醤油の香りとね。あ、これはおつまみにもご飯にも合いそうですね。わ、鰹節がちょっと焦げちゃった。はい、簡単にこんにゃく炒めしてみました。醤油とみりんとあらかや辛い味の素と七味唐辛子ですね。水分蒸発してからね、水分の味付けしました。で、鰹節最後に振りましたよ。美味しいでしょう。はじめはじめあら七味唐辛子出てきてましたわ。はい、こんな感じです。いただいてみましょうか。ああ、唐辛子がピリッと効いて、鰹節の風味があって、おつまみにいいですね。はい、今日も見てくださってありがとうございました。美味しくできました。どうぞ。簡単ですね、材料費も安いですし。はい、ありがとうございました。